ちゃんがチャレンジです。自分から自分へのチャレンジです。わー、冒険しないチャレンジです。大丈夫、うまくいくっていう思ってるチャレンジです。あ、オッケー。でもちょっとハードみたいな感じ。そうそう、じゃあ分かった。5年前からね、うん、チャレンジしたかったんですよ。でもね、うん、これをやる勇気はなかった。なんかですね、失敗するって分かった。でもやっぱチャレンジって失敗するかもしれない。失敗するって思いながらやるからチャレンジしてるよね。観音寺光留様をこれだけ考えられる。こんなにいっぱいスプレーがあるのにこの6個しか使わない。まあ、紹介します、はい、白、ピンク、ネオンピンク、赤、なんだっけこれ、赤、メタリックの赤、茶色。じゃあ黒使わないってこと？黒使わない。しかもこの風の強い中、やばいよ。見てこの感じ風で、そうなんだ。そう、まあとりあえず、あ、どんだけ大変なチャレンジね。まあ前振りはこの辺にして、うん、早くしろっていう声も聞こえてきたからもうやれ。じゃあこの6色でだからもうね、もう可愛いじゃん、観音寺さんって。可愛い、超可愛い、超可愛いじゃん。もうこのね、可愛い色しか使わない。じゃあ描いていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、お願いします。あー、もうね、うん、もうね、もう可愛い、もう可愛い。どうしよう、どうしよう。あー、可愛い。わか、見える？
ャレンジだよ。本当に難しいチャレンジをした。たったこの6色で、この6色めっちゃいいと思うんだけどね。でしょ、オッケー。はい、アディオスアミゴス。アディオスアミゴス。バイバイ。